はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の食材はこちら。いいよ。大量のね、卵。これ卵なの、全部これ。めっちゃ買ったんですよ、卵。というのも、こちらの卵はゴールデンタイガーさんの TKM で使っている田中農場さんのね、卵なんですよ。この卵がめっちゃうまくて、どうしてもこの卵が食べたくなってしまったので、ネットで購入させていただきました。で、今日はシンプルにね、卵かけご飯を作ろうかと思っております。プラスアルファでお味噌汁も作ったりして、一緒に楽しんでいこうと思います。まずはお味噌汁作っていきます。よいしょ。今回の具材は簡単におネギとお豆腐、お揚げ、はいはい、で最後にこちらの青さと、あ、これ水で戻してからなんだ、まあいっか。そしたらお味噌溶きましょうかね。お味噌、お味噌と、あ、オッケーオッケー、お味噌汁オッケー。そしたら続いてはご飯ですね。ご飯持っていきましょう。はいはいはい、熱々熱々。本日もこちらの一升ご飯をひっくり返さないと。えい、いくよ、せーの、えいっと、熱っ。いいよ。はい、ただ一升ご飯を崩してってと。やっぱり一升って多いな。ちょっと真ん中を今回はがっつりと開けます。真ん中開けて、で、ここにこの生卵、これをね、どんどん割っていきましょう。はい、8、11、15、18、はい、20個と、はい、20個入りの卵かけご飯完成いたしました。トッピングなんかもいろいろ用意してありますので、向こうの部屋で楽しんで食べていきたいと思います。はい、ってことでこちらの部屋に移ってまいりました。今回お醤油の方も卵かけご飯専用のお醤油を3つほど購入させていただきました。で、トッピングもちょこちょこ用意してありますんで、順々にね、紹介しながら楽しんでいきたいと思います。ということで早速いただきます。ではまずお醤油使おう。1個目の商品がこちらになります。寺岡屋の卵にかけるお醤油、ってやつ。これはね、なんか鰹節のエキスとか昆布、牡蠣エキスが入ってるみたいです。椎茸も入ってる。とりあえず一回ここら辺にさっとちょっと卵と一緒に、いいよ、うまそう。はいはい、いや、これ絶対うまいやつじゃん。うまそう。見えるかな、あんな感じ。超うまそう。いただきます。あ、うん、卵が濃いな。この卵かけご飯めっちゃうまい。やっぱこれ、これね、最高の贅沢ですわ。いいよ。うん、うまっ。うん、あー、シンプルって一番うまい。ちょっとお味噌汁、お味噌汁、いい、合うね、うまいね。こういろんなね、贅沢な食材をで、それをね、贅沢するのもいいんだけど、こういうシンプルな食材で普段よりもね、少しお高めではあるけれども、美味しいもの、それで贅沢した方が僕は好きかもしれないですね。よっ、うん、こちらの卵なんですけど、まあ、ネットのね、通販で買うと、もちろん普通のスーパーで買う卵よりも少しお高めだとは思うんですけれども、それ以上のうまさがあって価値があるんで、ぜひ食べてほしい。普通の TKG に戻れないぐらいうまい。うん、ちょっとお醤油変えてみよう。次が100年蔵の卵ご飯醤油が甘い。香りがなんか甘い気がする。うん、あ、
全然違う。醤油も全然違う。これはめちゃめちゃ出汁感が強いな。この醤油は昆布とあご出汁をメインに使ってるらしいですね。昆布の甘みがね、すごい強いです。この醤油もうまっ。TKG 無限に食べられるわ。そしたらちょっと薬味にネギを。はい、絶対うまい。これ絶対うまい。もんもう食べなくてもわかるわ。うまい。やっぱり TKG ってシンプルなんで、薬味とかね、味変もこだわらずにシンプルにした方が絶対うまいですね。ネギとか最高だもんな。そしたらそろそろいっちゃいましょうか、この子ね。うまいな。続いてこちらの3種目の、お醤油、井桁さんの卵かけ醤油ですね。はい、じゃあお醤油を。あ、なんか色がね、薄い。ほ、あ、これ甘い。すごく甘い。出汁なのかな。あ、でもうまいな。3つの中でこれ一番甘み強いですね。この醤油甘みも強いし、出汁もしっかり入ってるんでね、みりんとか使わずに煮物とか作っても美味しいかもしれないですね。そしたら追加で生卵を入れていきましょうか。とりあえず追加で5個入れました。一旦この寺岡屋さんに戻って、これ一味かけちゃおうか。一味、うん、あー、いいね。うん、やっぱ卵自体も甘いし、お醤油もね、甘いと後味がこうもったりするんですけど、一味を入れることによってピリッとした後味がね、それをサッとサッと綺麗にしてくれるんで、またねこれどんどん食べ進めちゃうな。うまっ。ちょっと鰹節もかけちゃおう。ネギも追加と、で最後にこの一味と。ここ最高でしょ、これ絶対うまいでしょ。うん、うまーい。やっばこれ、うん、最高にうまい。卵は足んないっぽいな。追加でーと。これで今ね、卵28個目です。やば量。あ、乾杯忘れてた。やってないよね。遅くなりましたが乾杯で、すいません。なんかすみません。はい、そしたらこれが最後の一口でございます。うん、お腹いっぱい。はい、ごちそうさまでした。はい、ということでただいまね、一升の卵かけご飯完食いたしました。あー、うまかった。さあ、とりあえずね、卵がうまい。もう濃い。
こちらの田中農場さんの卵についてはネット通販なんかもしておりまして、概要欄の方に販売ページを記載しておきますので、気になる方はぜひそちらもご確認ください。まあお醤油とかね、トッピング、まあお味噌汁用意したりして、全部ね美味しかったんだけど、今日は何よりも卵は美味しかったでございます。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。